はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、ポッド S 最終章となりますけども、 FP ガチャ今回が最後なのかなということで、この8選手の全選手レベマノルピスとして総合値大公開していきたいと思います。まずはムバッペ選手ですね。まあ言うこともないのかなという感じなんですけども、178cm20歳、右足でコスト53ですね。レベルは65まで上がって、オフェンセンス、ボールコントロール、ドリブル98、98、99、グランダーパス、フライパス89、78、決定力99、えぐいな、ヘディング82、キック力88、スピシュン99、99、ボディコントロール90、フィジカルコンタクト78、ジャンプ80、スタミナ90、そして逆足系が33で、コンワン6、ケガが3ということで、まあ強いですね。スキルはあと3つね、余っているんですけども、シザーでエッチタン、軸足あって、ライジングシュート、ワンタッチシュート、ラボーナ、マリーシャということで、まあ強いですね。決定力99で、スピシュン99ですから、もうこれは言うことないのかなという感じですね。はい、続きましてラッシュフォードですね。アプリでは初となりますけども、180cm21歳、右足でコスト41ですね。レベルは61まで上がって、オフェンセンス93、ボルコンドリブル89、95、パス系81、83、決定力90まで乗せましたね。プレスキック、カーブ86、86、ヘディング82、キック力94、そしてこちらもスピード瞬発99、99、ボディコントロール87、フィジカルコンタクト81、スタミナ87、コーンかな、気になるのはコーンが4ということで、ここがね唯一気になるところではありますけども、スキルももうちょっとあってもいいかなっていう感じですよね。ということで、プレイスタイル、ラインブレイカーということで、まあラッシュフォードもねかなり強い部類に入ってくるんじゃないかなと思いますが、コンワン4っていうのはね気にはなるんですけども、まあラッシュフォード強いと思いますので、当たった方ぜひ育ててみてください。はい、続きましてデイリフトですね。188cm19歳、右足でコスト38、レベルは74まで上がりますけども、ボールコントロール、ドリブル85、81、パス系87、84、ヘディング93、ディフェンスボールダッシュ、ここら辺関数ですね、99、99、キック力86、スピード瞬発90、81、ボディコントロール78、フィジカルコンタクト、ジャンプ94、95、スタミナ88、そして逆足系が33で、コンワンが5ということで、スキルがねちゃんとありますよね。ヘッダーマンマーク、インターセプト、キャプテンシーということで、プレイスタイルはビルドアップということですね。総合値は98まで上がりますね。ということで、続きましてバルサ加入ですけども、デヨングですね。180cm21歳、右足でコスト35、そしてレベルは62まで上がって、オフェンセンス86、ボルコンドリブル高いですね、92、91、そしてパス系95、90、ここら辺も高いですね。まあ、決定力以下ですけども、75、77、79、77、そしてボールダッシュも76しっかりありますね。でスピード瞬発も87、89しっかりありますし、ボディコントロール87、スタミナ88、逆足はしっかり3あるというところですけども、コーン5か、ここがちょっと気になるかな。スキル豊富ですよね。ダブルタッチ、軸裏ターン、足裏コントロール、ワンタッチパス、バックスピンロブ、マリーシアということで、適正ポジションがね広いというところもかなりね、評価できる部分じゃないかなと思いますね。続きましてアルトゥールですね。はい、172cm22歳、右足でコスト32ですね。アプリでは初というか、まあ全体見ても初なのかな、アルトゥールですけども、レベル57ですね。そしてボルコンドリブル94、87、パス系高いですね、96、89、そしてスピード瞬発83、85、ボディコン91、フィジカルコンタクト78、スタミナ84ということで、まあそれ以外のところもバランス取れてますし、コンワン7ってところがありがたいですよね、アルトゥールの場合。ここがかなりいいかな。そしてスキルもかなり豊富ですね。ダブルタッチ、軸裏ターン、ワンタッチパス、バックスピンロブ、アウトスピンキックということで、プレイスタイルはプレイメーカーということになっております。そしてジョアン・フェリックス、ネクストロナウドですけども、180cm19歳、右足でコスト32ですね。レベルは74まで上がって、オフェンセンス86、ボリコンドリブル97、97、そしてパス系90、89、ペテ力90しっかりありますし、ヘディング86、キック力89、スピード95、そして瞬発ボディコントロール完成しますね、99、99、ジャンプ87、スタミナ87、まあ逆足使えるんですが、コーナーによってところがね、一つネックかなと思いますし、まあ適正ポジション広いですね。でスキルがシザーズ、エラスコ、シャペル、エッジターン、ラボーナ、ノールックパスということで、スキルもかなり豊富かなと思います。はい、続きましてキーンですね。まあキーンって言ったらね、あの方を思い出すんですけども、183cm18歳、右足でコスト29ですね。でレベルは82まで上がって、オフェンセンス94、高いな、ボルコンドリブル91、93、グランダーパス78、決定力93、カーブ、ヘディング78、84、キック力91、スピシュン、エグ99、99ですね。ボディコン86、フィジカルコンタクト91、ジャンプ、スタミナ92、90ということで、逆足も3しっかり使えると。まあ、コンワン4が気になりますね。まあ、ただ、適正ポジション、センターフォワードとセカンドトップ、左ウィング。まあ、スキルもうちょっと欲しかったですね。シザーズ、シャペウ。で、プレイスタイルがラインブレイカーということでね、黒のキーン来たんで、あの方にはね、
ね、拾っていただきたいかなというところですけれども、続きましてザニオロですね。唯一の金選手なんですが、190センチでかいですね。19歳、左足でコスト27、レベルは75まで上がりますけれども、ボルコンドリブル高いですね。93、85、パス系93、88、この以下ですけども、かなりバランス取れてますよね。あのグレーのね、数値がないってところがザニオロ選手かなりいいかなと思いますけども、キック力以下86、86、86、87、86、スタミナ94で、まあ後腕4ってところが気になりますね。ただ適正ポジションの広さとプレースタイルボックスでボックスでっていうところもありがたいですし、まあただスキル何か欲しかったかなっていう印象ですね。ということで本若で引いていきたいと思います。では行きましょう、どうぞ。はい、ということで、本若の方でポッドエース引いていきたいと思います。ヤングスターズ来ておりますけども、まあ狙いはそうですね、ムバッペだったり、デヨング。まあここら辺狙っていきたいかな。そしてラッシュフォードとかも欲しいですね。んで、まあアルトゥールはまあまあ間違いなく欲しいとして、ジョアン・フェリックスも欲しいな。まあキーンね。キーン狙っていきたいかな、個人的に。そうですね、まあキーン、どうかな、キーン、アルトゥール、デヨング、ここら辺目指していきたいかな。まあ良ければムバッペ来てほしいなということで、しっかりいていきましょう。雷は鳴らず、雷鳴らすということはムバッペ以外キーンか、待ってマジか。キーンはあの方ですよね、センターミッドフィルダー、ミコロ・ザニオーロということで、この選手かなりでかいんじゃなかったでしたっけ。ちょっとね、この前に、レベマノルキー出していると思うんですけども、どうなんでしょうね。あー、コンワン4か、スキルなしか、うわ、これ痛いな。ちょっとザニオーロ選手、そこら辺が痛いかなというところはありますけども、さあ、2連目引いていきたいと思いますね。さあ、狙いはアルトゥール、デヨング、キーン、狙っていきましょう。うん、雷鳴らず、ということはムバッペチャンスなし。ということで、さあ、誰かな。さあ、黒で誰が出てきますか。オッケーオッケー、アルトゥールね。オッケーオッケー、アルトゥールかなりいいんですよね。ちょっと見た感じ、コンワン7とかだったかな。まあ、この以前にね、レベマ能力出していると思うんですけども、かなり強いんじゃないですかね。ああ、いいですね。バスケ能力高いですし、これですね、コンワン7ってところと、このスキルの多さ、ここら辺がね、かなりアルトゥール選手いいのかなと思いますよね。まあ、アルトゥールね、なんか、昨シーズンはね、後半戦になってきて、ちょっと試合には出れてなかったんですけども、うん、まあ、アルトゥールとかね、ここら辺取れていけたのはね、良かったかなと思いますが、さあ、最後。さて、これ最後ね、ヨーロッパ FP 最後ですよ、これ多分。おっと、キーン、まず待って待って、ずれてずれてずれて、オッケー、ずれていく。さあ、誰？キーンとかジョアン・フェリックス。さあ、誰が出る？ラッシュフォード。いいですね、ラッシュフォード。かなり強いんじゃないかな、ラッシュフォード。オッケー、オッケー。レベマノールチャー出してるので、そちらをね、ご参照いただきたいですけども、アスピシュン高いですね。ということで、最後はラッシュフォードでした。ありがとうございます。